る三つの赤い橋は、一つ目が過去で、二つ目が今、三つ目の橋で君が転びそうになった時、初めて君の手に触れた僕の指、手を合わせた後で君はみくじを引いて、大吉が出るまでともう一度引き直したね。上り詰めたらあとは下るしかないと、下るしかないと気づかなかった。天神様の細道、庭を抜けて小石の茶屋へ寄って、君が一つ僕が半分、梅がえ餅を食べた。来年も二人で来れるといいのにねと、僕の声に君は答えられなかった。時間という日の思い出という落ち葉を拾い集めるのに夢中だったね君。あなたがもしも遠くへ行ってしまったら、私も人よで飛んで行くと言った。忘れ落ち深は君はどこかで思う。